部内5番がやってまいりました。え、何トッピング、びっくりした、うまうまいうまい、美味しそう、見て、私の息子です。マスクしてる。ブナイ5番がやってまいりました。なんとここに抹茶ソフトがあるということで、すごいよ。違うな、日本茶、ダブル日本茶ソフトクリーム。めっちゃ美味しいと思う。あ、抹茶ソフトと鹿児島ソフト、鹿児島茶ソフト。あ、混ざっちゃうじゃん。混ざっちゃうじゃん。じゃ行きましょうか。で、本当よ、全部薄いのよ、こっちじゃん。お、結構いっぱいあるんだ。え、何トッピング、色がね、色がね。コメントもないんだけど。お茶飲んで麦茶みたいな。色がね。はい、まずラコさんも。なんかダブルですね。なんと何やった。うん、鹿児島茶と何茶だっけ？ほうじ茶。へえ。だそうですね。濃い方が鹿児島なのかな。うん。あ、じゃあ食べてください。いただきます。びっくりした、うまうまい、うまい、何が美味しいか分からんけどうまいうまい、なんか大人の味ですね、まあ、そこまで苦くはない、なんかうまい、めっちゃうまい、うまそうなのがいいね。なんと下にご覧ください、下にあるのは金って白玉ですね。それでみんなじゃんか。わらび、わらび、ほうじ茶。美味しそうね。そう、よく混ぜて食べられました。わらびが入ってるんだっけ？そう、下にね、入ってるわらびが。見えるかな？これわらびです。めっちゃかき混ぜます。食べてください。あ、マジ？いただきます。いや、マスター、その白玉トッピングしたのマジ天才と思った。やろ、絶対合う、うまっ、うーん、めっちゃうまい。なんかこのやつの方が甘い、うん、ちょっとなんか違う味する、うん、確かにな。なこっちの方が好きなの？変えたけど。いや、どっちも好き。あ、来ましたよ。白玉、でこくね？白玉。めっちゃいいね。何？流せ流せ。ちょっと。うーん。うまい。よかったね。少年食べそう。これはうまいよ、みんなちゃん食べてみる？ね、いいんですか？貴重な。うん、白玉結構まだいっぱいあるんじゃない？分からんけど。そうなん。いただきます。うん。うまい。うん。いや、白玉うまいわ。うまい。わなで。
ちょっと精進いきます、これから。うん、マジ気をつけて。はい、食べ終わりました。こっちはまだですね。2人とも食べ終わりました。どうでした？美味しい。初めて食べた。あのお茶屋さんがね、うん、やってるというところに、ね、すごい ね、本格。うん、そうだね。なんかラコちゃんの方がちょっとこう大人の味。うん。でしたね。そっちはどうやった？ね、ガチちゃんとした。うん。それ俺飲んでね、君。タラタラしてます今。お願いします。はい、というわけで、アイスソフトクリームでしたね。美味しかったです。また行きましょう。おはようございます。おはようございます。ペップシーンやってまいりました。はい、チカちゃんと2人でね、甘いものを食べに来ました。イエーイ。買いに来ました。え、かわいいね。こうですね。え、かわいい、うん、ロワールさんですね。なかなか見られた感じで、じゃあ行ってみましょうか。美味しそう。何、え、あ、4種類、6種類あるのか。6種類、7種類。今いちごがあるので、7種類。ああ、なるほど。いちごがいい。いや、どれも美味しそうやな。5つ俺が買う。で、ちかちゃんは3つ買いよ。はい。いや、8個ね、じゃあ、4つだから、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いい感じよね。ちょっと、はい、サイダさんです。こんにちは。チカちゃんと昼間、ロワールのデップシンですね。ロワールのクレープを買ってまいりました。ちょっと4つ出してください。集合、はい、味は、味はバナナ、うんうん、抹茶、リンゴ、イチゴ。見た目わからんけどね。ドラフト会議が今行われたんですよね。マスターとね、若い子がバナナを巡って争うで、ね、バチバチに争ってる。もうなんかね、ちょっと下ネタなんだよ、ね、俺のバナナとか言おったけん、キモい。じゃあ私のバナナとか言おったから。言ってません。なんかちょっと下ネタっぽかったけど、まあいいよ。はい、じゃあ食べましょう。で、さやかさんが何選んだの？私イチゴです。イチゴですね、はい、あげてください。イチゴ、ちょっと食べていただいて、うん、ね、ちっちゃい、ちっちゃい、かわいいサイズやろ。え、こちらサイズよ、うん、いいね、ミニクレープって感じ。食べてみてください。はい、食べていいよ。いただきます。いちご、うん、食べると、うん、美味しい。やっとってくれた。うん、もうこれ1週間以上前なんですよ。うるせろ、今日買ったって言ったじゃん。美味しい、めっちゃ。あ、うまい。で、これいくらやったら安いと思う？安いと思う、うん、いくらが妥当と思う？50円、うん、ぐらい。2人はいくらと思う？700円。いや、500円は高いやん、さすがに。普通のクレープは500円ぐらいね、違う？うんうん、そうだろう、うん。これちなみにね、160円。やばい、安くない？いや、これはやばい、安すぎ。160円でこれ、やばいよね。うん、買えるなら、ちょっと欲しい、うん、近くにあったら、絶対行く。別府なんですよね。だからね、可愛
合計8個ぐらい買ったんやけど、いくら1000円ちょいぐらい、うん、めっちゃいいね。そう、しかもいろんな味があるからさ、うん、でもね、いろんな味を楽しめる。500円600円のさクレープ1個買ってもでかいくて味が1種類しかないやん。そう、そう考えたらお得感あるよね、うん、めっちゃいいね。マスターに言った話なんですけど、めっちゃ触るじゃないですか、うん、で、なんかあるところにこう、まあ、ほぼ職場みたいなのに行った時に、うん、なんか呼ばれることがあったんですよ。なんか来てくださいこっちみたいな。でその時に普通に呼ぶんじゃなくてこう手グイッて引っ張られて、でなんかこう、はい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 、でこう呼ばれる時に手引っ張られて、うん、でちょっとこうあんまり大きい声で面情報を喋られるってこうキュッてこう隅に寄せられたのがこう腰持ってこうやったんですよ。いや、あのすごい、それ嫌やったけど、ま、待てよと、うん、いや、まずやっぱり触れるなと思って。I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, でも、でもそれなんか違うなと思って、そのマスターが触るなんかこっちの方が嫌じゃないなと思ってしまった自分がおったんですよね。いやもうやばいと思って。マスターさ、そんなセクハラしてくるやん。こっちからするとさ、もうやめろみたいな。なんか、なんだろう。左側なんですね。でも M じゃないですか。M だよ。なんでだろう、なんで。次のおじさんですけど。絶対な世界で一番幸せなおじさんやと思うのマスターが。女触り放題の男。だって、今コンプラ研修があるんだけどさ。まあ、うるさくなるじゃん。全部聞くの全部悪いのどう、私たちと一緒にクレープ食べたいなって思った人はチャンネル登録と高評価お願いします。では、はい、じゃあまたね。めっちゃ安い。リンゴも食べてみたいやろ。なんでそれ食べてみたい。この食べかけは最高。なんでいやいや、食べてみたいのこれも。変態だ。美味しいよね、はい、というわけで